以前より幼児期からの子どもの体力、運動能力の低下が問題視されています。そこで保育現場では専門の指導者による成果、課外の運動指導を取り入れる保育施設が増えています。しかし、そのような運動指導が幼児の体力、運動能力発達に及ぼす影響については十分に明らかにされていません。そこで現在は継続的な運動指導が幼児期の運動能力発達に及ぼす影響について研究しています。年中児と年長児を対象に3種目の運動能力テスト、25メーター走、立ち幅跳び、ボール投げを半年に1回実施し、その結果と課外運動教室参加状況との関係を調べています。その結果、年中から年長にかけてほとんどの幼児において運動能力の向上の傾向が見られました。特に男子のボール投げでは課外運動教室に参加した幼児で大きく発達しました。また女子のボール投げ、男女の立ち幅跳びについても少しですが同じように伸びるという結果でした。課外運動教室で動機づけと動作習得に力を入れた頭動作に向上が見られたことから、継続的な運動指導が幼児期の運動能力発達に良い影響を及ぼす可能性が考えられています。幼児期は様々な運動遊びをすることによって運動のうまさを身につける時期です。本学の幼児体育の授業では、学生同士、道具や人数を工夫し合って、将来保育士になった時に幼児とともにいろいろな運動遊びができるようになることを目指しています。